はい、皆さんこんにちは。数学紅茶の下島雄一郎です。それでは第268回2級2次問題7、こちらの方の解説を始めます。なおこの検定は、平成27年、4月19日日曜日に行われた検定でございます。それではやっていきましょう。もうあの2級の7番といったらもう微分積分ですよね。はい、で今回はまあ積分がメインになってくる問題でございます。はい、でここではまずカッコ1の解説をしていきます。はい、それではいきましょう。一応カッコ2までは問題を読みます。はい、問題7ですね。必須問題です。もちろん数学2ですね。はい、2つの放物線 y イコール x 次乗プラス1と y イコールマイナス x 次乗プラス 2x プラス5で囲まれた図形について次の問いに答えなさい。測定技能ということですね。はい、括弧1、この図形の面積 S を求めなさい。まあ、2つの、まあ、放物線で囲まれた面積ですね。はい、で括弧2、この図形を Y 軸で2つの部分に分け、小さい方の部分の面積を S1、 大きい方の部分の面積を S2 とします。この時 S2 分の S1 の値を求め、規約分数で答えなさい、ということでございます。はい、それではまずですね、括弧1の解説をやっていきましょう。この図形の面積 S を求めなさい、ということでございます。あのですね、今回なんですけれども、やはりあの、まあ、今回に限った話じゃないんですけれども、まあ、積分計算する際にですね、まあ、インテグラル書いてですね、それで、まあ、DX とか書くと思うんですけれども、あの結構表記ミスとかですね、そういったのがもったいないんですよね。表記ミスとかするとこれ限定の対象になりますので、必ず積分の記号のこの約束ですよね。積分インテグラルを計算するのか、そして定積分のいわゆる大括弧ですよね、そこの、扱い、そして、あれですね、 DX の書き忘れとかですね、そういったのはですね、くれぐれも注意してください。積分というのは必ずルールというのがございますので、そのルールに従ってですね、やるようにしてください。まあこれ積分に限った話じゃないんですけど、基本的に数学ってまあルールの強化ですので、ルールさえ守っていただければですね、ちゃんと加点要素っていうんでしょうかね、大丈夫ですので、ルールだけはきちっとですね、守るようにしてください。はい、それではじゃあやっていきたいと思います。まあこちらはまあ面積ですね、2つの囲まれた面積ですので、はい、積分というのは、はい、囲まれた場合に関しては上の関数から下の関数を引いて、そして交点ですよね、ここからここまでの範囲ですね、ここからここまでの区間、それを積分してあげれば OK ですね。そうするとまず最初に積分以前ですね、区間のこことここの x 座標を求めないといけないんですよね。それはまあ1番と2番連立していただければ OK ですよね。1番と2番で、x について解ければ OK ですね。はい、そうしますとまずは、はい、1番2番の交点の座標ですね。はい、交点の x 座標と、はい、x 座標ですね。はい、これをちょっと求めていきましょう。そうするとこれはもう x 次乗プラス1イコールマイナス x 次乗プラス 2x プラス5と、まあこういった形で出てきますよね。はい、でこれはまあ右辺の式を全部左辺に持ってっちゃいましょう。それでこれ 2x 次乗マイナス 2x マイナス4ですので、全部2でくくっちゃいますか。はい、そうすると2括弧x 次乗をマイナス x マイナス2イコール0ですよね。はい、もうそうするともうここ因数分解でいきますよね。そうすると、はい、2括弧 x プラス1 x マイナス2イコール0と、まあこういった形になりますよね。そうすると交点の x 座標は x イコールマイナス1カンマ2ということですので、そうするとこれ、はい、ここがここの交点がマイナス1ですよね。そしてここの交点が2になるということです。ですので積分区間はマイナス1から2までっていうことになってきますよね。はい、あとはマイナス1から2まで積分して、定積分して、上の関数から下の関数ですよ。いいですか、それをやってください。はい、あとそうですね、こういうミスもですね、よくあるのがですね、下の関数から上の関数引いてですね、で答えマイナスになってしまうんですね。じゃあマイナスじゃないから帳尻合わせでプラスにするっていう回答もありますけれども、それはですね、やっぱりこれも減点対象になってしまうんですね。基本的にやっぱり面積というのは上の関数から下の関数を引くと、そこはきちっとやりましょう。はい、そうしますといきましょう。 S ですね、 S イコール、
はい、インテグラル、まず式をきちっと作りましょう。はい、マイナス1から2までですよね。はい、2までですね。いいですか、よろしいでしょうか。はい、ちょっと書き直しますね。はい、マイナス1から2まで。はい、上の関数は丸2番の式ですね。はい、そうしますとちょっと中括弧しますね。はい、マイナス x 次乗プラス 2x プラス5。はい、こっから x 次乗プラス1引きます。 x 次乗プラス1と。そしてこれ忘れないでくださいね。この dx 絶対忘れないでくださいよ。はい、そしてあとはじゃあ何をするかっていうと、ちょっと中身整理しますね。はい、中身整理するとマイナス1から2いきますよ。そうするとこれマイナス 2x の次乗、はい、そしてプラス 2x、 はい、そしてプラス4ですね、 dx と。はい、まあこうなっていきますね。さあ、あとはもうこれ積分していきましょう。最初はちょっとスタンダードにやっていきますね。はい、そうするとちょっとこれ一旦ちょっと星とでも置きましょうか。まあ星はちょっとまあ後でまた実は違うやり方でもできるんですけれども、まあそれは簡単にご紹介いたします。はい、普通に積分しましょう。そうするとはい、これは、マイナス3分の 2x の3乗プラス x 次乗プラス 4x ですね。はい、マイナス1から2。はい、でこことここ逆にやってる場合もありますので、それも注意してくださいね。まずは定積分の、 あの基本の式ですね。そして定積分した後、積分した後のこの式ですね。それはきちっと書くようにしましょう。はい、あとは2を入れたものからマイナス1入れたものを引いていけばいいですね。そうするとこれどうなるかっていうと、まあ普通に計算しますと、マイナス3分の、16ですね。マイナス3分の16プラス4プラス8、これ2を入れた式ですよね。はい、ここからマイナス3分の2、プラス1マイナス4と、マイナス1入れた式ですよね。はい、もうあとはこれ計算しましょう。答えはこれ綺麗な数字になります。結構答えは9が正解ですね。ね、よろしいでしょうか。答えは9になります。よろしいですか。はい、で、もうこれは普通にですね、あとは積分してください。それとですね、ちょっとこの星をつけた式なんですけれど、いわゆるこれよく入試で使うやつなんですけれども、まあセンター試験とかですね、まあ入試とかでよく使うあの6分の1公式ですね、これ使えるんですね。それなぜかっていうと、このタイプの式、まあこういうタイプですね、例えば、こういうタイプとかですね、まあこういうタイプとかですね、あとは放物線同士ですね、こういうタイプ全部6分の1使えるんですね。そうしますと、ちょっとここは簡単な解説で済ませますけども、はい、実はこの星なんですけれども、はい、星っていうのはこれマイナス2をちょっと前に出しますよね。マイナス2をちょっと前に出しますと、そしてインテグラルマイナス1、2って やりますと、実はここになるんですね。はい、x プラス 1x マイナス2の dx と、こんな感じになるわけですね。はい、そうすると実は、はい、x プラス1の解ってこれなんですよ。マイナス1なんですね。で、x マイナス2の解ってこれ2なんですよ。で、そうすると、これの場合っていうのは得られる2解がちょうどこれ2交点になっているということですよね。そうしますと、あとは6分の使いますと、はい、6分の、はい、これマイナス2ですから、ここは、マイナスですから、ここマイナス2ですよね。で、あとは、大きい方から小さい方を引いて3乗でございます。ですから2プラス1の3乗と。やっぱりこれ計算すればいいわけですね。そうするとこれ3分の1ですよね。3分の1で3の3乗ですから、まあこれ3分の27ですから9ですよね。で、結局は、まあ、答えは9になりますよっていうことになります。同じように。なので星からですね、こういう形でやっていただいても OK です。星から6分の1公式を使ってですね、答えの方を導いていただいても OK でございます。はい、
それでは一旦ちょっとこの問題振り返っていきましょう。はい、7番ですね。はい、まず、1番2番で囲まれた面積ですね。はい、まずは交点の x 座標、これは連立していきましょう。 x 乗プラス1イコールマイナス x 乗プラス 2x プラス5ですね。はい、そうしますとこれはここ因数分解できますので、整理して因数分解するとこうですね。マイナス1と2が出てきますので、交点がマイナス1、2、こういった形になってきます。はい、そして面積は、はい、マイナス1から2で、はい、上の関数から下の関数引きますよ。上の関数から下の関数です。で、こうなりますよね。はい、それでまとめると、中身まとめるとこのような形です。はい、マイナス1から2インテグラルですね。マイナス 2x 乗プラス 2x プラス4の dx です。はい、そして普通に最初積分しましょう。はい、マイナス3分の 2x3 乗プラス x 乗プラス 4x ですね。はい。でちょっとミス、なんかちょっと積分大丈夫かなっていうことで確認したいんであれば、ここを微分してこれにですね、なっていただければ OK です。それで検算もできますので。はい、であとは2を入れた式から、マイナス1を入れた式、それを引けばいいわけですよね。でそれで計算すると答えが9という形になります。で、補足としては、まあ、星の式から、まあ、マイナス2をくくり出して因数分解の形、こちらですよね。はい、それで6分の1公式を使って9と出しても OK でございます。はい、はい、まずですね、第268回2級2次問題7、括弧1ですね、こちらの解説を終了いたします。ありがとうございました。